兵庫県芦屋市立聖堂小学校のアドバイザーをしております園田学園女子大学の堀田です。今回は参加できなくて申し訳ございません。聖堂小学校の実践的研究の意義はタブレット端末を活用したアクティブラーニング、子どものあるべき姿を見出す授業方法についてのモデルを開発することです。聖堂小学校はもともと言語活動の充実を目指した研究をしていました。そのため学び合いや共同学習することに子どもたちは慣れていたのです。また ICT 環境についても芦屋市内では比較的整備が進んでいた方で、アクティブラーニングの研究に取り組みやすい環境があったと言えるでしょう。活動の1年目は深い学び、対話的な学び、主体的な学びをしている子どもたちの姿が見られるように実践事例を積み重ねました。実践から見えるモデルを探している状態が続いたのです。評価として児童へのアンケートを学期および単元の前後で実施しました。その結果は大林先生からの報告にある通りです。活動の2年目も半分が過ぎました。今年度は校内研究を芦屋市内の学校に積極的に公開してさまざまな意見を得ています。昨年度からの継続で主体的な学びのプロセスを開発し、学内の思考力、表現力育成の共通理解を教員に図っています。今後モデル化していく作業が残りの期間や事業研究発表会のある11月下旬までには完成する予定です。最後に、今後パナソニック教育財団の特別研究指定校にチャレンジをしようと考えている学校に臨むことです。研究内容は様々で良いと思うのですが、実践の積み重ねの経験から見えてきたことや教育理論などの背景をもとに普及モデルを作成し、実際に自らの学校だけではなく他校での実践も実施する計画を立てられるのが良いと思います。そこにはエビデンスも必要です。皆さん、11月25日金曜日、兵庫県芦屋市立聖堂小学校の授業研究発表会にぜひお越しください。お待ちしています。